よろしいですか。まずはエグザイルからケイジさん、小吉さん、ネスミスさん、哲也さん、そしてスポーツ界からは浅尾美和さん、東尾理子さん、森田歩美さん、そしてサッカー解説でもおなじみ元サッカー日本代表七海ひろしさん、最後にポケットモンスターの人気キャラクターピカチュウの登場です。実は今日はさらにスペシャルゲストの方がいらっしゃってくれています。サムライブルーアルベルト・ザ・キローニ監督の登場です。皆さん拍手でお迎えください。ザ・キローニ監督から日本代表ユニフォームがプレゼントされます。ではまず最初にザ・キローニ監督から小吉さんのお名前が入った日本代表ユニフォームの贈呈です。いや監督直々いただいたんで本当にめちゃくちゃ嬉しいですね、はい、もうこれは直々にいただいたんで日本代表に入ったっていう認識で大丈夫なんですかね。でお名前入りのユニフォームで、はいはい、さあ浅尾さんいかがでしょうか、はい、いやもう本当に感動です。私も日本代表の試合を何度か見に行ったことがあるんですけど、やっぱ正直その時は席がすごく遠くて、ザッケローニ監督はずっと後ろ姿の小さい靴しか見えなかったんですけど、今日こうやって目の前にお会いすることができて、こうやってユニフォームまでいただけて本当に感動しています。先ほど小吉さんの方には1回聞いたと思うんですけども、はい、実際に今日監督から近々ユニフォームをもらってみた、はい、もう一度感想を聞かせていただけますか。監督直々にいただけるなんて本当にもう嬉しいことなんですけど、やっぱ個人的には徹夜の10番がちょっと羨ましい、そうなんですか。10番12なんで数字がすごい10番10番、はい、やっぱなんかサッカーの10番っていうのはやっぱ特別なものがありますよね。さっき言いましたなかなか着るチャンスはないと思うんですけど、まあ、こうして作っていただいただけでも嬉しいですし、東尾さんじゃないですけど名前も入ってるし、これもらえんのかな。もらえんの息子がねまた喜ぶと思うんで、ありがたく頂戴したいなと思います。はい、大きな夢や希望を持って大会に向けて戦ってましたけど、なんだろうな、皆さんは経験ないと思うんですけど、やっぱ5万人からね称賛の拍手はあるかもしれないですけど、5万人からブーイングとかないですよね。はい、パイプ椅子とか飛んできたことないですよね。そんな予選を戦った我々だったんで、まあ、今の人たちはちょっとネット社会なんでね、顔の名前も知らない人に叩かれるのはかわいそうだなと思うんですけど、まあ、それでも日本国中それから世界に、いろんな活躍をしている日本人が応援してくれるであろうサッカーのワールドカップだと思うんで、ぜひいい結果を出してほしいなと思います。